JSkyB は JSkyB 株式会社が運営する予定であった CS 放送のプラットフォーム。1996年6月、英国 BSkyB の大株主であるニューズコープがソフトバンクとパートナーを組み JSkyB 計画を発表。同年委託放送事業者とプラットフォーム会社を設立。翌1997年にソニーと富士テレビジョンが イコールパートナーとして資本参加した。1998年4月25日の放送開始に先立ち、同年5月1日には j スカイビ b とパーフェクト t ビ v を運営する日本デジタル放送サービスが対等合併することが決まっていたため、スカイパーフェクト t ビ v のスカイサービスとして放送を開始することとなった。なお j スカイビ b の本社は、 合併後、スカパーの青海放送センターとして使用されている。計画当初は、J スカイビーだけで150チャンネルを放送する予定だったため、ディレクティーピーと同様、主要株主による委託放送事業者を設立し、番組供給会社から供給を受ける予定だった。なお、スカイエンターテイメント以外の12社は、ソフトバンク10.1%、ニューズコーポレーション10%、 パートナー企業が80%出資で計画されていた。しかし、パーフェク TV との提携、合併により、ディレク TV のようにパーフェク TV で放送されているチャンネルごと供給を受ける必要がなくなったためチャンネル数は大幅に縮小されたこと、ソニーや富士テレビがイコールパートナーとして資本参加したことから計画変更を余儀なくされた。ありがとうございます。